ことですか。劉備亡き後、蜀ではその子劉禅が帝となった。諸葛亮ら中心は劉禅を支え、国内の立て直しを図る。魏の侵攻を退けると、憂いであった南中の制圧にも成功した。一方呉は医療に攻め寄せた蜀軍を撃退。諸葛亮より再び同盟を持ちかけられると、これに応じた。すべては天下を目指す魏に対抗するためである。その間にも魏は内政に力を注ぎ、国力を蓄えていた。来る五色との戦いに万全の体制で臨むために、邪魔するぞ、関東。これは、殿。こんなところですが、どうぞ、遠慮なく。つきものが落ちたような顔をされてますな。そうか。自分ではよくわからんが、確かにここしばらくは、随分と思い詰めていた気がする。殿は曹操になろうとしていたのでは。孫吾を守るため、強くあるためと。私が曹操にかもしれんな。弱く心揺れる君主では皆を守れんと思った。故に力を求めた。天下へと進むための力を。だがそれは私が本当に望むものではなかった。関東、病はもう癒えぬのか。俺が新鮮であればもう少し殿のそばにいられたんですが、思えば随分遠くまで来たものだな。殿の臣として生きたことは俺の誇りです。行くな、関東。私にはお前が必要なのだ。何の才も持たぬ私には。殿、何の才もないのは俺の方です。定府殿ほどの意もなければ、郊外ほどの部もなかった。あの二人のようになれたらと何とも思いましたよ。ですが自分以外の誰かになどなれんのです。自分はどこまで行っても自分でした。今は誰かになりたいなどと思いません。俺は俺なりに仲間たちとこの時代をかけた。それで十分です。殿、あなたは孫文代でも孫白府でも、ましてや孫孟徳でもない。弱く臆病で迷い続ける、しかし情に熱い我らの殿、孫忠謀だ。関東、思う存分かけられよ。行った者たちの分まで。俺は少し休みます。もう十分駆け回りましたからなあ、定府殿。郊外
ありがとう、関東。さらばだ。殿、魏軍は高陵から去りました。ですが、その脅威は未だ消えていません。呪春には大軍を要す早急が駐留し、こちらへの侵攻の機会を伺っています。うん、だが下手に攻めれば合皮の二の舞だろうな。リクソン、お前ならばどう対する？医療で職を退けた時のように敵を孫悟の領内深くに誘い込んで分断撃破、これが常道でしょう。ですが今回は誘い込む方法がまだ。覚えているか、リクソン。かつて郊外が偽りの投降で魏軍を赤壁に沈めたことがあった。確か苦肉の策でしたね。周遊殿たちが発案したと聞いています。そうだ、覇陽大使周邦に命じ魏軍に偽りの投降を持ちかける。それを信じて覇陽を奪いに来た早急を待ち構え、これを打ち破る。なるほど、お見事な策です、殿。私が考えたのではない、皆が教えてくれたのだ。これまで孫悟、私を支えてくれた者たちが。そうですね、先日の関東殿のこと残念でなりません。あの人のことだ。今頃先日の戦のことを郊外殿たちに話してるさ。俺が目立ったんだぞってな。そうだな。あの世で見ている者たちに恥じぬよう、生きている我々も奮戦せればな。皆行くぞ。この戦いで魏軍の脅威を打ち払う。だが決して無理はするな。私には皆が何よりも大事なのだ。殿は大丈夫みたいだな。ああ、穏やかでありながら力強い、そういう声をされていた。どうやら以前の孫権殿に戻られたようだな。きっと関東殿が孫権様のお心を縛る何かを解きほぐしてくださったのでしょう。皆を守る、私も孫権様と同じ思いです。戦い、そして勝ちましょう。私たちの未来を切り開くために。ご入り用で。
皆さん、策の手はずについてはよろしいですね。ああ、周報に偽りの投稿をさせて魏軍を誘い出すんだろう。そして迅速に蹂躙する。天を切り裂く雷のごとくだ。早急さえ打てば敵は総崩れになりましょう。だが葬儀の陣営には芝居がいる。この戦、楽には勝たせてもらえまい。そうですね。義弟宗妃が亡くなった今、義の実質的な指導者は芝居です。最地に長けた方だと聞きます。こちらの策が見破られないよう細心の注意を払ってください。大丈夫だ、リクソン。こっちは孫悟の役者が揃い踏みだ。葬儀の連中に一泡吹かせる大芝居、俺たちみんなで打ってやろうじゃないか。今こそ孫悟の天下を引き寄せる好機。早急率いる魏軍を倒しましょう。ようこそ、いらっしゃいまし。今後ともご贔屓に。これより太刑の実行にかかります。周報殿が命を懸けた策、失敗は許されません。この村には有名な書家がいます。彼なら周報様の字を真似た名文が作れるはず。偽装降伏の書を頼みたいのですが、報酬が足りず。どうしたらよいのでしょう。ふん、敵を偽る書状ともなれば大仕事。相の報酬をいただくがよろしいかな。どうやら手持ちが足りないと見える。ならば代わりに頼みを聞いてもらうとしよう。賊に奪われた筆を取り返してくれまいか。それができれば無償で書いてもよい。あの筆は世に二つとない高価な品。賊もそれと知って盗んだに違いない。腕を返せだと。バカ言うな。これから高く売って一稼ぎしようってのによ。おしまいにするわ。俺らが悪かった。ほら、腕は返すから許してくれ。この筆だ。よくぞ取り戻してくれた。
約束通り書状をしたためるとしよう。孫権様は手紙を書いてくださると助かりました。完成し次第秀峰様にお届けします。これで大丈夫ね。早急のもとへ行き投降を申し出ます。護衛を頼めますか。秀峰、投降の真偽を確かめたい。おとなしく我が尋問を受けよう。それでこそ連士だ。
ここまで来れば大丈夫でしょう。早急を欺き、敵軍をおびき出してみせます。ごめんなさい。これで大丈夫ね。内通者が横領に囚われてしまいました。彼らの協力なくして策の成功はありません。救い出してください。お探しの人物に心当たりが。あちらで見かけたような気がします。そこを進んだあたりで見ましたよ。けど、お探しの人に違いありません。捕獲した者どもを助けに来たか。仲良く牢に送ってやろう。なんという気迫。貴様らの企みは一体。おかげで助かりました。早急のもとへ急ぎ、投降は真実だと証言します。撃ち取ったわ。これで大丈夫ね。してくれて感謝する。お疲れ様よ。この噂どう攻めるべきか教えてほしい。逃がすつもりはないの。決定を落とし足がかりとするが良策かと。今なら天水へ将兵を向かわせましょう。こんなことで終わりすると。この戦誰か裏のありそうに。どきなさい。
これで味方の策は露見すまい。軍は弓兵を編成して赤天進行に備えよう。ロブンの動き気になりますね。今は引くしかないようです。逃がすつもりはないの。守るです。守ってみたいね。敵将撃ち取ったわ。筋金入りですな。自分も見習う所存です。ここまで攻め寄せただと。バカ、前線で何が起きているのだ。まさか慌てていらっしゃるのかしら。今はここを守ることをお考えくださいませ。敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。敵の痛いところをついておく。狙うはあの地だ。行くぞ。そろそろ石庭へ攻め入りたい。準備が整っているか確認しておかねばな。準備は万端。いざ岩をも砕く激流のごとくに攻め込まん。進め進め、我らが軍の屈強さ思い知らせてやれ。
よし、直ちに守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。待ってましたばかりのこの攻勢、我々は石庭におびき出せる。トイレをとっと起きろめろ。後ろからも五軍が。まずいぞ、ハサミ撃ちだ。逃がすつもりはないの。二軍に矢の雨を降らせるぞ。一斉に矢を放つのだ。やだ、矢が降ってくる。助けてくれ。どっちかさい、はっ、はっ、はっ、どっちかさい、まだまだ、はっ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 、石庭に向かった部隊より伝令、五軍の急襲を受けていたのかと。何？修法殿の策が上がられたのか。急ぎ石庭へ援軍を送るぞ。まんまとおびき出されるか。これも拙者の未熟さゆえか。私にも策の全容を悟らせないと。見極めてから引きたかったな。敵将撃ち取ったかい。逃がすつもりはないの。どっちかさい、よし、どっちかさい。石庭は制圧した。あとは早急を撃つのみ。すべては敵の罠。早急だ、どうかご無事で。守るべき、守れたみたいに。よし、はっ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 、えい、はっ、はっ、えい、はっ、よっ。石庭に送った部隊が全滅だと。はっ、はっ、よっ。これはバンマと騙された。そういうことだ。よっ、はっ、はっ。竿に追われ守備を忘れとる。仕方ない、わしらで守ろうか。将兵が出払ったところに敵襲だと。仕方ない、はい、今ある戦力で迎撃する。お主を狙う、ついてこい。そろそろ行かなきゃね。敵さんの痛いとこ、策としましょうか。潰しちまうか。お前らついてこい。どっちかさい、よーい、
となりました。この戦、我ら孫悟の完全な勝利です。ああ、これほどの大勝利は赤壁以来だな。よくやってくれたリクソン。葬儀の脅威はここに消え去った。皆勝ち時をあげよう。なかなかの大芝居だったな。やはり孫悟には役者が揃っている。郊外殿もあの世で褒めてくれているだろう。うん、敵の狼狽する様、霧の中でさまようがごとくであった。リクソン、今回の功労者は周宝とお前だ。何か望みがあれば聞こう。私の望み、では一つお願いしてもよろしいでしょうか。ああ、申せ。では、殿、どうか御帝となることをお考えください。御帝だと？すでに官室はなく、禅城により天使たる権威は義帝へと移っています。職の龍禅もまた先頃職帝を合しました。三国の中で帝を合していないのはもはや孫悟のみ。今こそ御帝を名乗り新たな王朝をお開きください。殿を帝にお押しいただき、孫悟の天下を迎える。それがここにいる皆に、いえ、これまで戦ってきた者を全ての悲願です。未だ天下が定まっていない中、性急な話であるとは承知しています。ですが、
いや、そんなことはない。お前の考え、よくわかった。私は帝となろう。殿。いいんですか、殿。天界の道のりはまだまだ遠いと思いますよ。私は天下を望んだ。それが皆を孫悟を守ることだと思ってな。だが、天下という器を求めた先に皆の安寧があるのではなかった。皆があって天下がある。いや、皆こそが私にとっての天下だった。その当たり前の事実にようやく気づいたのだ。皆が私を帝にと望むなら、私は喜んで帝となろう。殿、では。ああ、今この時より私は御帝を号す。義と職に知らしめよ。皇統に孫悟の天下ありと。